ついにね、東と三平ね、二方ついにもう SFC をね旅立つ時は引退ですよ。東と三平との付き合いも、東とはね、授業でね、一緒にチームを組んでからだからもう2年、かれこれ2年で、あと三平とはもうね、ずっと入学してからだからもう4年間のね、付き合いですけどもね。うちの思い出もうちょっと振り返ってみますか。うちの思い出ですか、一番覚えてるミーティングは、品川ミーティングかな。ああ、品川のスタバのねスタバでやりましたね。あれは覚えてます。とにかく寒い。楽しかった。時は本当寒かった。寒かったですね。店に毛布が置いてあってね。そうみんなでこう着たり。なんか難民みたいな、いい思い出ですね。ちょうどあの頃からそのうちらのね、今のその最終発表の原型みたいなのができてきてね。そうですね。うちらばっかり話してるのもあれなんで、一旦じゃあちょっとあれですね、皆さんからいただいたコメントをね、はい、ちょっとご紹介していこうと思います。はい、じゃあまずはご覧ください、どうぞ。4年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。私はですね、特に東さんとの思い出がありまして、特に覚えているのは去年の合宿の帰りにですね、二人で なんかホームで駅をじゃないや電車を待っているシチュエーションがありまして、その時に初めて東さんとゆっくり話をしたんですけども、なんかヨットをやっていて、もうなんか日に焼けた肌が素敵だなと思った曲があります。あとはですね、やっぱり忘れられないのはラテメガネの時のムービーで、東さんのあの名演技忘れられません。私も吉本さんの立場に立って、あのように東さんとイチャイチャするようなことがあったらなと思いました。ご卒業おめでとうございます。なんて言えばいいんですか。ちょっと待ってなんて言えばいいの、リコやだ、なんかなんだろう、思いの丈を言ってやれ。なんて言えばいい。じゃあ真面目にいきますよ。真面目にいいですか。はい。バンドと学業の両立とかちょっとかっこいいことやっちゃってたけど、頑張ったねという感じで、なんか母親みたいですけどおめでとうございます。はい、ということでね、モノトロープ楽しみにしてます、明日。このゼミの、4年生の卒業生にちょっと一言ですね、メッセージをいただければと思って。いや、別に何もですよ。そう言われても。なんか、ですね、三平さん、東さん、ご卒業おめでとうございますって、ちょっと一言言ってもらっていいですか。三平さん、東さん、ご卒業おめでとうございますっていうこと。忘れるんですか。あ、一言ちょっと、お願いしていいですか。三平さん、東さん、はい。じゃあ、三平さん、東さん、ご卒業おめでとうございます。いいですか。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、しおりと残業時さんのね、コメントでしたけどもね、ちょっと寒くなったんでトイレにね、移動してきたんですけども、いやーね、やっぱりこう、ね、ここで甘いのは、2人はここで何回用したんだろうね。そうか、そう考えるとね、考え深いものがありますね。そうね、ちょっと BGM 入れましょうかね。そうまあね、お前に出ろ。いろんなこともあったと思うよ、やっぱりここはね。今一歩出ろ。今一歩外にね。そうですかね。勝利はなくこう、やっぱりこうね、勝利らしいコメントを。勝者赤だったね。赤でしたね。やっぱりそれもね、合わせてあんね、やっぱりしか、俺もこれ赤だねえ。残業時さんも思わずね。そうだね。祝福を。祝福を。ちょっとね、紙書いてる時にこう、何回書いたんだろう。何回ね。そうね、これまで何回書いたんだ、二人はね。30回以上かな。もうね、それでもう二人卒業なんですよ、話をした。もう全面協力ですよ。じゃあ、ちょっと、うちら、場所を変える間、じゃあ、ついてはね、はい、こちらの方々のコメントをご覧ください。私バスで最初会った記憶しかないんですよ。バスで、バスで、潮さんとして。一緒で紹介されたもん。それを思って、ちょっとジェラシーが。違う、私の仕事は取り上がって違う。そっちか、そっちか。東
橋さんはプレイボーイなんですか？プレイボーイじゃないんですか？プレあいつはプレイボーイを演じてるけど、うん、プレイボーイになりたいんですか？はい、うん、惚れて惚れちゃいそうですね。もうちょいてなんか演技だったんですけど本気で惚れちゃいそうだったですね。あー終わったまた爆弾発言ですね。これ危険なビデオもないですね。じゃあこれから新しいね門出を迎える2人になんかこうあの伝えたいメッセージ、まあ、送る言葉をちょっとください、うん、一言。より一層かっこよい大人になってください。あじゃあそれをもうちょっと甘えた口調でお願いします。何それ。またより一層かっこよい大人になってまた会ってくださいね。余裕だな余裕だなとね、東さんと三平さんはね、俺と同じ時期に入ったんですね、うん、それで、まあなんかよく残留してたような気がする。もう本当、あの時入ったチームはね、どのチームも終わったらメンバー半分は辞めていったけど、みんな、まあ、新規は3チームいたんですけど、みんなよくなんかこう遅くまでミーティングしてこう、まあ、ホワイトボードとかね横目で見て刺激になってました。本当結構目の敵じゃなくて、まあ、刺激にしていました。なんかわざとだろ今。まあ目の敵でした。ありがとうございました。どう見ても目の敵です。本当にありがとうございました結構やめる。まあこう振り返ってきたわけですけどもねえこうまあ振り返ってきたわけまあねまあこう振り返ってきたわけですけどもどうですかね。そのやっぱりこうねうちらを通して言いたいのはやっぱりねなんかこうないな涙するね別れはこう似合わないだろうってことでねやっぱりうちは笑って送り出したいってことよね。まあ、最後ちょっと真面目、最後ぐらいはちょっと真面目に締めますかね。ねえ。まあ、眠いけどさ、ね。言わないでまた。もう、まあ、こんな感じですけどもね。まあ、4月から新しく社会人になっていろんなところでまあそのね一員として働くことになると思いますけど、だから知らねうちらも全然想像もしない人がだから三平って呼ばれたり東って呼ばれたりねするのがなんか不思議な感じですけどね。まあ本当にその中でもきっとそのみんなを笑わせてくれる新しいキャラクターに、ね、なってくれる。笑わせるんだ。笑わせるんだ。みんな笑わせないといけない。だみんなをこうね巻き込んでいく存在になっていくだろうと多分思ってますね。だからまあねあと俺も半年したらそっちに行きますけどもねなんか半年したら行くの俺9月生だからあともう少しあと半期でいなくなりますけどねまあなんかどっかでまた会ったらですねまあこんなアホな奴らがいたなってことをちょっと思い出してください。まあちょっとした時にもですね、まあ、時にでもまあねこういうばったりがいたということでですねまあこういうねリハウスがねでうちらもやってたっていうことをねなんかお祈りに出してもらえたら嬉しいかなと思います。笑うとこじゃないでしょう。そこね、まあそんな感じでまあ相変わらずのいないですけどねまあこれからも会う機会もね多々あると思うあとなんかね食べに行きましょう。ね。というわけで、コンサートご卒業おめでとうございます。